木村と山口の2人を倒し、力道山は名実ともに日本プロレス界の頂点に立った。そんな中、力道山のもとには門下生の駿河海、遠藤に続けと新しい弟子たちが日増しに増えていった。力道山は日本橋にある道場で自らを鍛えるとともに彼らの指導に当たっていた。その頃、この道場の向かい側にプロレスリングセンターの建設が進められていた。これは鉄筋5階建てのビルであり、プロレスのジムとしてはアメリカにもない世界一のものである。力道山もこのセンターの完成を心待ちにしていた。プロレスリングセンターは昭和30年7月8日にオープンし、力道山もそこでトレーニングに励んだのである。昭和32年、力道山はアメリカへと渡った。力道山にとってアメリカ西海岸はハワイとともにプロレスを始めた頃に転戦して歩いた心のふるさとである。本場アメリカでも力道山はリングに上がった。力道山は必殺技となっていた空手チョップを披露し、アメリカ人レスラーや観客を驚かせたのである。このように海外に出向いた時の力道山は観客を魅了するエンターテイナーの他にプロモーターとしても活躍していた。遠征の傍ら、人気、実力、個性のあるレスラーに次々と声をかけ、日本に呼び寄せたのである。この力道山の手腕がその後の日本のプロレス人気を支えたと言ってもよい。広大な土地を力道山は大好きだった車で走り回った。そして力道山はある契約を結ぶためアリゾナに向かった。3年越しの交渉の末、以前ハワイで戦って惨敗した世界ヘビー級チャンピオンルーテーズと日本で戦うことになったのだ。力道山はアリゾナにあるテーズの自宅に招かれた。憧れのテーズを倒すことは力道山にとって悲願となっていたのである。試合は10月に東京と大阪で1回ずつ行われることになった。10月13日、力道山とテーズの第2戦が大阪で行われた。東京で行われた第1戦は時間切れ引き分けだったため、この日はまさに決戦となった。今度こそはと力道山の奮闘を期待する観衆は続々と試合場に詰めかけ、その数実に3万と言われ、開始前、早くもリングは興奮のうつぼに投げ込まれている感じであります。満場の注目を浴びて王者ルーテーズが白いリングローブで入場。6フィート2インチ、230ポンド、41歳の年齢を超越して柔軟のうちに比類なく強靭さを秘めている理想的なレスラーであります。
一方万代の拍手と歓呼の中に日本のホープ力道山がすりと桜をあしらった紫のローブをつけて入場。一生の決意を胸に5フィート11インチ250ポンドの体重は8年ばかりの好調さを示しています。アメリカ側パラシックコミッショナー代理、日本側工藤コミッショナー代理の選手権試合宣言が行われ、満場緊張した空気が漂いました。さていよいよ61分3本勝負世界選手権試合の幕が切り落とされました。レフェリーはフレッチス。両雄油断なく睨み合っています。柔軟無比のテーズのタイプ、強靭類なき力道山のタイプ、がっちり組み合いました。奥にはちょっと揉み合う両選手。レフェリーテーズの技に対して注意を与えました。それに対しましてテーズ猛然と抗議。テーズはこのフレッチスのレフェリーに対しましては初めから不満の意を表明しています。ロープには油断のできないテーズ、力道山身長ちょっと空手の構え。テーズはロープで逃れました。テーズはこの試合初めから力道山に空手を打つチャンスを与えないように厳重な注意をしています。背後からぐっと組み合いました。力道山左を制しました。テーズ巧みに呼吸を図らっています。うまくなりました。すぐにヘッドスタートに入りました。テーズの鮮やかな技でやります。十分に腰を引いた力道山をよく腕固め投げに投げました。テーズたちまちヘッドスタートで力道山の首を攻めています。足をバタつかせて逃れんとする力道山、万力のごとく締め付けるテーズの両足、ようやく逃げました。追いかけました。テーズもう一回の腕固め投げ、さらにヘッドシザーズ、またかかりました。サイドに渡りますテーズのヘッドシザーズ、のごとに鮮やかな技であります。この辺はテーズの一人舞台であります。鮮やかな両選手の応酬、今度は力道山の構成でやります。完全に射程に回りましたテーズ、足をバタつかせ柔軟なタイプで反撃のチャンスを狙っています。テーズはむしろ射程に追い込まれました時に警戒を要するレスラーでやります。力道山慎重に攻めています。強力無比なアームロック両手逃れんとするルーテーズ、世界の王者を決め上げます力道山。テーズ立ち上がりました。首投げに関しております。力道山これを許しません。なんとかしてロープへ逃げんとしております。腕固め数分、試合時間もほとんど10分を経過せんとしております。ついにロープへ逃げましたテーズ、だいぶ左腕が痛そうであります。力道をすかさず攻勢に出んとしますがレフェリーに止められました。力道の空手打ちを警戒してまたロープへ逃げたテーズ、自己不意と言いますが徹底的に消極的な体勢で相手の攻勢を逃れるテーズ、誠に試合の運びは豪快そのものでやります。テーズはこのところ姿勢一方、
力道山ロープを切りました。テスの拳打ちをプレッツ注意を与えています。力道闘志満々。対しましてテスは依然として姿勢でやります。消極的な戦いぶりでやります。しかしテスの消極さの裏には強烈な反撃力が秘められておりますだけに、力道山も決して油断はできません。巧みに足を取りました。うまい足取りが壁であります。この辺の力道山の技の上達ぶりは素晴らしいものがあります。対しましてテーズは下から力道山の左腕をリストロックに入れました。力道山の足取りが壁、下からテーズのリストロック、両者譲らず。攻防が激しく続きました。ついにテーズが攻め勝ちまして力道山の左腕を制しました。力道立ち上がって返し技に逃れんといたしますが、テーズはこれを許しません。柔軟なタイプのテーズはあくまでも相手の技についていきます。力道首投げに関としてのため気を見て足を取りました。深いところでやります。実に力道山が取りました。首投げと見せまして相手の注意力を上にそらしまして、たちまち足を取ってテーズを倒しました。見事であります。力道懸命のレッグホールド、足先を取りましてトーホールドに出ました。こうなってはさすがのテーズも苦戦でやります。テーズ下から力道の首を攻めて反撃するといえど及ばず、なんとかしてロープへ逃れんとしました。ついにロープへ逃れました。レベリー・フレッチス力道山にブレイクを命じました。ふりといまして、いよいよ消極的な試合ぶりのテーズ・フレッチスカウントを開始しました。力道山に攻め口を与えないテーズの老下無視な試合ぶり。しかしこの裏に彼の強烈な反撃力が秘められておりますだけに、決して力道山は油断してはいけないところであります。止まりました。テーズ右で拳打ち、それこそ力道山左からこの時強烈なる関節を出し跳ね上がり止まりました。あっと力道山コントを抑えました。ついにフォーク、15分フォークでやります。一瞬の油断を使いまして力道山関節を出しバックドロップを食いました。15分まず1本先取のルーテーズ。1本目を先取して息健康たるルーテーズ、関節落としに後頭部が未だにフラフラする感じの力道山、まだ元気が十分に回復していないようで心配されます。5分の時間が過ぎました。いよいよ2本目の開始であります。身を起こしてリングに躍り出ました力道山。2本練習いたしまして選手権を保持戦という元気なルーテーズ、ちょっと力道山消極的に見えます。
火を起こして力道山、攻勢の気配を示しました。テーズ、この規制に押されまして交代。みんなタックルから足を取りました。しかし、それをずっと、ボディスラップに返しました。見事な力道山の返し技でやります。あの速いテーズのタックルを巧みにかわしました力道山のボディシザース、誠に見事でやります。阪神また大熱狂、大拍手を送っています。力道山の同時には定着のあるところ、さすがな若いの王者テーズ、なかなか逃げることはできません。勝機はここぞ、懸命な力道山の同時め、ボディシザース、おびしびしで脅かすテーズ、一せず力道山、なんとかして逃れんとする大テーズ、ようやく外しました。休みに片足蛇取りの壁に出ました。しかしロープでやります。ロープ、しかしテーズはなおも攻めつけています。なおも攻めつけます。明らかに反則でやります。明らかに反則、痛めつけられました力道山、ようやく起き上がります。レフェリーは今のテーズの技に対して注意を与えています。しかしテーズは年下の振りでやります。こうなりまして満場興奮、力道山また抗議を申し込んでいます。ロープには誠に辛辣な技のルーテーズ、しかし試合は再開であります。今度はテーズの腕固め投げ、ついで得意のクロック、完全に決まりました。テーズのキーロックが決まりました。力道山、左腕を完全に制されました。体を返して逃れんといたしますが、柔軟無比なテーズは決して相手の動きについていてこれを許しません。この辺は誠にテーズの見事な技でやります。両者互いに体重をかけ合いまして、くるりくるりと回転いたしますが、決してテーズのキーロックは緩みません。まず力道山としてはこの技を逃れるにはロープまで相手を持っていけるほかに方法はありません。なんとかしてロープへ逃れんという力道山、今日は勝てるという世界の王者ルーテーズの猛烈なキーロック、決して外れません。この強力無比なキーロック、ロープに合わせ持ってまいりました力道山、ロープへ逃げました。レフェリーブレイクを命じました。しかしテーズは害んじません。テーズ承知しません。ロープではないということでやります。レフェリー奮然としてブレイクを命じました。しかしテーズは離しません。やっと離しましたが猛然としてレフェリーに突っかかりました。レフェリーの判定に大変な不服でやりますルーテーズ。最初からレフェリープレッティスの登場に対しまして反対の意を表明しておりましたルーテーズ、今もまた激しくプレッティスに抗議を申し込みました。ようやく試合が再開されました。奮然たる力道山、いかにもこれから先の風雲を予想させるようなリングであります。力道、空手のチャンスを狙いましたが巧みにロープを手にしてこれを逃れましたルーテーズ。この辺の運びは誠に老練そのものでやります。決して力道山に空手を打つチャンスを与えません。力道山、1本目を選手されておりますだけに、ここで空手を打てば絶対というチャンスでやりますが、ここで打てば力道山反則でやります。打つことができません。さすがにルーテーズ、世界の王者だけに試合運びは老快そのもの、決して力道山に空手を打つような体勢を与えません。対立1番、両者揃えました。まだ空手を打つチャンスを使えません。ロープ際、ここですがまたテーズ、
巧みに逃れました。巧みに逃れました。力道山2本目を取る道は空手一発あるのみ、殿下の宝刀あるのみ。政治の拳打ち、またも拳打ち、コートに一発、ヘイト出ました。ヘイに倒れました。という表情の力道山、ついに空手王子チャンスを捉えました。一方、完全に遠投の選手並みに一礼寄りかかりまして、大きく伸びておりますルーテーズ。まさに興奮と熱狂の場面でやりました。かつていよいよ3本目の開始、1対1、世界選手権を目前にいたしまして、力道山さっそうと登場いたしました。闘志満々あふれるばかりでやります。それに対しまして、テーズは全く2本目の空手の強襲に積極味を失いました戦いぶりであります。力道山、万力のような首攻め、ヘッドロックでやります。対しまして、ずっと岩石落とし依然とするテーズ、対しまして、川村家でこれを食らいます力道山。両雄の一騎打ち、今度は逆に首投げ、鮮やかに打った力道山。さすがの岩石落としも力道山の巧みな川島家に制されました。両手逆に首投げで大きく攻められております。力道山急勢であります。選手権を目の前に、まさに力道山渾身の雄を振るつける一戦であります。満場また力道山の奮闘に対しまして上げて声援を送っています。猛烈な力道の首固めヘッドロック、ものすごいヘッドロック、ものすごい首固め、さすがのルーテーズのフラフラ、テーズのフラフラでやります。テーズ反撃の高いさえ示しません。フラフラでやりますルーテーズ、高鮮度と運命一心攻めかけます力道山。まさにこの試合の最高潮場面であります。万力のようなものすごい力道山の組み固めヘッドロック、フラフラブロッキングとなりました。全く闘志を失った感じのルーテーズ、ただ力道山に捕まっているだけでやります。まさに力道山チャンスでやります。絶好のチャンスでやります。もう一息で世界選手権獲得という場面でやります。しかしながらルーテーズ、そのまま力道山の猛攻の前に屈服するかどうか。テーズようやく立ち上がりました。立ち上がった時に、ああっ、ここで飛行機だね、飛行機だね、それぞれぞれ回りました。ぐっと回った、両者あーっとリングの外に落っこちました。落っこちました。両者立ち上がれません。両者ともに頭を打ちまして立ち上がれません。リングアウトでやります。リングアウト。レベリーはカウントを開始しました。カウント開始5から10、まだ両選手起き上がれません。15、まだ両選手起き上がれず、やっとテーブルが起き上がりましたが、力道山はダメであります。ついにこの時アウトダウン、アウトダウン、テーブルは運に上がらんといたしましたが、力道山運転としてそれを引きずり下ろしました。しかしアウトダウンでやります。6分53秒、無判定、引き分けでございます。引き分けはすでに決定いたしました。両者運に上がりました。しかし力道山なおも戦わんといたしましたが、テレビ選手たちは両選手の手を挙げました。無判定。しかし呆然としてもう一度最後の使い上げ一番、テーブをリング上に投げ下ろしました。力道山まさに運命の表情でやります。無敵の世界王者と言われたテーズとの引き分けは、力道山の実力が世界チャンピオンに限りなく近づいていることを証明した。